ブランドン・タイ・ラーウェブはアメリカ合衆国ケンタッキー州アシュランド出身の元プロ野球選手。ウトを右ミギ日本語メディアにおいてはブランドン・ウェップと表記されることもある。2006年にはナショナルリーグのサイアング賞を受賞した。幼少期はアトランタ・ブレーブスのファン。リトルリーグでは三類種をしていたが、高校の野球部では投手に転校する。高校卒業時には MLB 球団からのドラフト指名こそなかったものの、いくつかの大学から小学生のオファーをもらい、その中からケンタッキー大学を選んで進学する。大学時代のウェブは90マイルパーアーダ前半の速球とカーブを投げる速球派投手だった。ある日の試合で上級生が学業成績悪化のためプレーできなくなり、ウェブが代わりに先発登板。 そこで高騰したためそのまま先発に定着した。2000年、ウェブは18試合112.0イニングで7勝3敗、防御率4.58、123奪三振という成績を残している。この時のチームメイトには、ジョー・ブラントンがいる。同年、MLB ドラフト8巡目で、アリゾナダイヤモンドバックスから指名され入団。この年に、マイナーの A 級、 サウスベンドシルバーホークスで初めて投球練習した際に投手コーチのロイヤルクレートンから君の球にはものすごくムーブメントがあるんだからもっとツーシームを投げてみないかと言われ投げてみたところ自分でもびっくりするぐらい大きく沈む変化を見せたというウェブはこれを受けて自分の投球スタイルを全面的に変えることにした三振の代わりにゴロを打たせるようにしたと シンカーボーラーへの変身を決めた。この年は、あまり気乗りしなかったというリリーフで12、登板して終わったが、翌2001年に、アデビ A 級ランカスターに昇格すると29、登板中28試合で先発。しかし、投げる本人でさえ、どこに行くかわからないというツーシームの請求に苦しみ、この年は6勝10敗、防御率3.9927十七キューという成績で、 終えた。2002年に AQ エルパソディアブロスに昇格したウェブは、そこでクレイトンとマーク・デイビスの2コーチから指導を受け、ツーシームを得得する。これまで速球は、フォーシームとツーシームとを使い分けていたウェブだが、この年からフォーシームをやめて、ツーシームだけを投げるようにした。エルパソでの26試合で10勝6敗、防御率3.14を上げると、シーズン途中に、 トリプル A 級ツーソンへ昇格。翌2003年にツーソンで3試合に登板後、4月にメジャー昇格を果たす。2003年4月22日、ウェブは敵地でのエクスポズ戦にリリーフ登板し、メジャーデビューを果たす。そして5日後のメッツ戦ではメジャー初先発し、7回無失点でメジャー初勝利を挙げた。試合終了直後にロースター枠の関係で、 トリプル A 級に戻されたものの、すぐに、ランディ・ジョンソンが故障して、枠に、秋ができたためメジャーに、最初を隠し、そのまま定着。この試合以降7月8日のロッキーズ戦まで13試合連続で、クオリティスタートを記録する安定感を見せた。これは1973年に、スティーブ・ロジャースが、メジャー初先発から16試合連続で記録して、以来の MLB 最長である。 シーズン通算では10勝9敗、防御率2.8472奪三振を記録。21QS は、新人投手では、MLB 最多だった。この活躍が評価され、シーズン終了後の新人王投票では3位に入り、ベースボールアメリカ選出の最優秀新人に選ばれた。2004年は先発ローテーションに定着し35試合に先発したが、 チームは51勝111敗で、地区再開に低迷し、ウェーブもヨシキューと冒頭の2部門で、リーグワースト、またヨシキューもリーグ6位と、請求難に苦しんだ。ウェブによれば、失策を頻発させる、野手陣を信頼することができなかったために無理に、三振を取りに行き、これが逆に請求を乱すことにつながったという。得点圏左打率。 195と肝心なところで踏ん張って、失点を防ぎ、QS も20を数えるなど良い部分もあったが、あまり納得がいかないシーズンを送ることになった。それまでほとんどツーシームしか投げていなかったウェブは、2005年にカーブを2006年にチェンジアップを上達させ、投球フォームも修正する。これにより、安定感が増したウェブは、二年間でよし支給冒頭を大きく減らし、 成績を向上させる。ダイヤモンドバックスとウェブはシーズン開幕前の2006年1月に4年1950万ドルで契約を延長する。こうして迎えた2006年、ウェブは開幕から8連勝を記録するなど勝ち星を重ねていき、最終的には16勝で最多勝利のタイトルを獲得。他にも防御率3.10178奪三振。 オイップ1.13235.0イニングと、高成績を残し、シーズン終了後には、サイヤング賞を受賞した。しかし、勝利数が最も重要視される同賞の歴史上、ウェブの16賞は最小だったため、ウェブをナショナルリーグ最優秀投手と考えるものは、少数派だった。2007年のウェブは、勝利数、防御率、脱三振の3部門全てで前年を上回る。 成績を記録。また、7月20日のカブス戦で6回裏に2失点、してから8月22日のブルワーズ戦で、初回表に再び点を取られるまで、42イニング連続、無失点を達成した。これは1940年以降の MLB では、歴代5位の記録である。この間、1998年のロジャー・クレメンス、以来となる3試合連続完封も記録している。 サイヤング賞は、投手三冠のジェイク・ピービーに譲り、2年連続の受賞は逃したが、ボブ・メルビン監督は、彼はシーズンを通して、僕らの心の中で、サイヤングのような偉大な存在だったと絶賛した。2008年も開幕から勝ち星を伸ばしていく。開幕から9先発9連勝、さらに6月28日から8月21日に、 かけても11先発で8連勝を記録するなど、自己最多の22勝を挙げ2度目の最多勝ちに、サイヤング賞投票では今度は、ティムリンスカムに次いで2位となる。2006年からの3年間にわたって、ネオ平均34先発232.2イニングを、こなし、19勝8敗、防御率3.13ホイップ1.17。 QS 率 68%3 年連続オールスターゲーム選出という実績を積み上げてリーグ屈指の先発投手となったウェブは2010年以降の新契約として3年5400万ドルという条件でダイヤモンドバックスと合意に達する。しかしこれに対してここまでほとんど毛がなく投げ続けてきたウェブの肩の状態を懸念した保険会社が待ったをかけたため この合意が撤回されていたことが、翌2009年になって明らかになる。この保険会社の悪い予感は、2009年シーズンに、現実のものとなった。4月6日の開幕戦を4イニング6失点で、降板したウェブは、右肩の違和感から次の登板予定試合を回避。同月12日には15日間の故障者リスト入りとなる。複数の専門家に、 肩の状態を見てもらうなどシーズン中の復帰の可能性を模索したウェブだったが結局8月3日に手術を受けシーズンを棒に振ることとなった。シーズン終了後ダイヤモンドバックスは年俸850万ドルのオプションを行使してウェブを残留させ2010年の復活にかけたが同年もウェブは1年をリハビリに費やし1試合も登板することなくシーズンを終えた。 2010年のシーズン終了後に FA となったウェブはテキサスレンジャーズと1年契約を結び移籍した。しかし1回も登板せずにシーズンを終了。オフに FA になった。2013年2月4日に現役引退を表明した。変化球のシンカーと表記されることもあるほど大きく沈み込むツーシームファストボールを大投げした典型的なシンカーボーラーであり、 MLB でも屈指のグラウンドボールピッチャーだった。全投球におけるツーシームの割合は全体のおよそ75%、多い時には90%以上に達した。2 0 0 6年9月9日のカージナルス戦で完封勝利を挙げた時は全96球中90球がツーシームだった。星としてウェブの投球を受けてきたクリス・スナイダーはこのツーシームの軌道を 15フィートくらいの距離から投げられたレンガをキャッチしようとするところを想像して見るといい。視界から消えてしまうんだと表現している。急速は84から91マイルパーアワーとそれほど速くはないが73から78マイルパーアワーのカーブや77から81マイルパーアワーのチェンジアップと組み合わせることで相手打者のタイミングをずらしていた。 マーク・デ・ローサは、彼のシンカーは、史上最高だと称賛している。打者をゴロに打ち取ることが多く、MLB7 年間の通算号、AO は2.91、つまり、ゴロアウトが、フライアウトのおよそ3倍であった。さらに、故障で、長期欠場した2009年を除く6年間で、シーズン平均177脱三振。 2007年には194奪三振を記録しているように、三振も多く奪った。あまりにも外野に打球が飛ばないため、元チームメイトの外野手であるエリック・バーンズは、守備についている時のことを椅子を持ってきて、バーの飲み物を注文して、プールにいる女の子をチェックしたくなるくらい時間があるよ。いつもこっちに来るフライは一試合に一つくらいなんだと、語っている。ありがとうございます。